ティラノワン頼むぜ。ほんと今日お前空気読めよ、ティラノワン。マジで。なんで2、2回行くんねん。頼むぞ、ティラノ。今日はティラノワンが出たらもう大勝利だから、誰もティラノワンしか狙ってね。ティラノワンを仕留める。ティラノ1がさ、今までま、結構開けてきたけど、一回も出てなくて、ティラノ2の野郎、いや、あいつもかっこいいね。あの野郎もね、なかなか赤いボディがすげえかっこいいんだけどさ、俺ティラノ1でかいやつだと思ってるからさ、ちょ、でもね、なんか色違いフラグが立ってるよね、もうね。もう、余裕でさ、色違いですよ、と。でも1、2出してるから1も出さ、行って、1も出さなきゃな、いけねえと思ってさ、ちょ、これなんだ、1か ?1 か?かぶりか?やめてくれよ。待って、なんかおかしいのにね。シーラカンスイングおるぞ。え、なにこいつ。シーラカンスおるぞ、シーラカンス。え、恐竜、あ、恐竜プラスとセットだよね、もちろん。そう、そう、え、待って、何とセット?スピノサ?え?これまさかさ、首長竜じゃない?首長竜だよね。双葉鈴木竜か。シーラカンスイングもおるよ、シーラカンスイング。え、なにこのセット?このセットすげえ、あと岩場みたいのもあるね。ま、待って待って、なんか、プレシオ、そうだよ、プレシオだよな。首長竜といえばプレシオよ、プレシオ。あ、2だ !2 つ目つった。しかも、なんていうサプライズ。双葉鈴木、プレシオサウルスに、シーラカンスついてる。シーラカンス。岩場と、シーラカンスと、プレシオ本体だね。やった初じゃねえか。一発目から初を叩き出す。これティラノはあるよ、ティラノは。すげえ、つかさ、シーラカンスのこの可愛さ。これ岩だ、あ、セッティングできるわ、きっと。あ、噛まれてんのか、これもしかして。てか、これ普通にさ、ティラノワン用か嬉しくね。だって、どうせさ、ティラノは色違いだぜ、あれの。絶対でかいとかねえから。色違いだから、これ、プレシオサウルスサプライズだぞ、これ。なんか、ここだけ見たら、ウミガメみたいじゃない?ウミガメ。ウミガメっぽいよね。やっぱ似てるな、やっぱ、ウミガメとさ、恐竜ってちょっと似てる感じなところはあるね。これ、アーケロンとかもいたら、これサプライズ的すぎるよね。サプライズ的。恐竜編。まさかのアーケロン参戦みたいなさ、素晴らしい展開になるけどさ、ま、プレシオサウルスだけでもかなり嬉しいんだけど、これ。しかもめちゃめちゃかっこいいデザインだしね。シーラカンスを食ってるプレシオサウルス大先輩だからな。これ激アツ。うわ、これラインナップナンバーワンじゃないこれ。めっちゃかっこいいんだけど。これ一番欲しいかも。これ、さ、デザイン見てて。あ、これシーラカンス食ってる。いや、これ一番かっけえじゃんってなるよね。これデザインがほんとかっけえわ。このシーン、切り取ってるシーンがすげえかっこいい。このプレシオサウルスのさ、シーラカンスを貪ってるシーン。完璧じゃねえか。だってこの時点でかっけえもん、ほら。ぐわ、首長えなー。この首長い恐竜ってかっこいいね、首長竜ね。そしてこっからがね、真骨頂なんだよね。このフィギュアの真骨頂で、こう、あ、やっぱ合うもん。ぴったり合うもん。ぴったり合うもん、これ。マジで、絶対かっこいいやつじゃん。まず頭つけてからの方がいいよね、これね。頭つけて、くわえさせる感じが。うわ、かわいい顔してんな、でもな。プレッシャーサース。ほほほほ。すげえ可愛い。めっちゃ可愛い顔してない?僕、プレシオサウルス、出してくれてありがとう。いやいや、来てくれてありがとう。サウルスよ。プレシー、ありがとう、プレシー。お前の名前プレシーな。シーラカンスが、食われている、パクリ。うおー、すげえ!これさ、だってプレシオサウルスだけでもさ、激アツの展開なのにさ、岩場もついてて、まだ組み立ててないけど、岩場のね、台座もついてて、シーラカンスなくてもめっちゃかっこいいんだよ、これ。そして、最後に台座を組み立て、あ、こうか、こうだな。台座を組み立てて、プレシオさんを、これ余裕でティラノよか、迫力あんじゃねえか。ティラノ食われるだろ、これ。ティラノ。ティラノ食われるだろ、すげえでけえし、この台座ね。岩の台座がついてて、これだけでもやべえのに、シーラカンスイングを。完成図これだからな。この迫力聞いたかんな。いや、ナンバーワン。これ余裕のよ、これ超えるやつ出ねえかもしんねえ。もしかし、でもティラノ1に期待。ティラノ1もしかしたらさ、肉を食ってる。ティラノサウルス。で、ティラノ2はその子供じゃねえか、やっぱり。ティラノ2はさ、その子供でさ、ティラノ1はこんな感じのさ、めっちゃなんか食ってる。何かを食ってる。ティラノは、ほほほほ期待が半端ないことになってきた。とにかくこのプレシオサウルス超えるやつは今のところないと思う。めっちゃかっこよかった。あの躍動感な。躍動感溢れる造形デザインだよね。いやほんとこの設定大好きだわ。シーラカンスを食ってる。台座付きの設定。プレシオサウルス。超かっこよかった。半端でまず一発目からやばいんだ。私これティラノ1でしょ。もうここまで来たらもうティラノ1が出るしかないと。いやコンプ近づいたな。これ今日3つ全部違うの。期待て。さて、ティラノ、絶対持ってないわ。なんだこいつ。
絶対持ってねえぞ。なんだこいつ。ちょっと待って。待って、なんだこいつ。待って。ちょっと待って、トリー。ん？ちょっと待って、トリーってなんだ？トリー。ワン、ツー、トリー。トリー、ツー、ワンのトリーだよね。え？ティラノ、ツーじゃん。まさか。ティラノ、トリーってことある？そんな。え？なにこれ、スーパーサイジン、トリーみたいな、いきなりトリーって。ちょっと待って、落ち着け、落ち着け。お前スリーやったんかい。ティラノサウルススリーじゃねえか。しかも造形全然違うぞ。造形全然違う。あれティラノ2。え、スリーあったのこれ、マジでガチで。スリーティラノスリーうわ、こんな色のティラノス、うわ、斬新斬新。え、すげえ斬新。ティラノこんな色、こんな色のティラノなんてさ、めっちゃ珍しくない？え、ちょ、激レアじゃねえか。ティラノ3来よった。てか3あったんかい、お前。1じゃなくて3来たよ、3。うわ、しかもベロだけ別パーツになってる、ベロ。これでか、ちょっと待って、これでかくねえ？しかも。やっぱあのティラノ2がちっこかったんだな。すげえもん。このでかさ。ティラ、うわぁ。色もいいな。なんか今までにない感じのティラノって感じがして。え、これティラノまさか4、5？ え、結構あんのこれ、ティラノ。さすが恐竜の王者、暴君竜。暴君とかげでさ、半端ないことになって。で、この口がね、すごい迫力器。ありそう、迫力器。だってベロ別パーツだぜ。やばくねえか、これ。まずベロ、顔面ご存がフェイシング。さ、俺がティラノだ。あんなティラノ2なんてワンパンだぜ。俺がティラノ3だ。すげえ！この大口。まさかティラノ3あるなんて。なんか1出すところか3来たよ、3。めちゃめちゃかっこいいじゃねえか、このティラノ。3、ティラノ3。まさかのティラノ3だよ、3。まさかの。びっくりした。ティラノサウルス、ナンバー3。この口すげえかっこよくない？なんか違うタイプのティラノがたくさん入ってるんだな。いや、確かにね、あの、ティラノサウルスたくさん入ってた方が楽しいのよ。もちろんね、ティラノファンからすると。しかしながら問題は、ナンバー、4か ?5 か？でも残り少ないから全部で12種しかないから何個まであるかが問題なんだよね。まあ、1は確定じゃん。これ4とかあったらすげえ、待って、ラスボスじゃね?2 でこれでしょ ?3 でこれでしょ。うわ、4とかどんな感じになってんだろう。いや、でもこれなんかラスボス集半端なくない？つうことは、ワンって一番しょべえんじゃないか。ワンこそほんとちっちゃい子供のティラノかもしれないよね。すごくちっちゃいやつ。かっこよすぎだろ、このティラノ3。やばくねえか、3。これ4に期待だな。プレしよう。いや、てか、持ってないの電話来る。ここまで来たらもう、ティラノ1出すしかねえよな。ワン、ツー、スリーやらなきゃ。ワン、ツー、スリー。ティラノ、ワン、ツー、スリー、スリー、ツー。マジで今日ティラノ1、2、3いけるかもしんない。いや、めっちゃ、これ来て来て、時代来てる。恐竜の時代が来てる。恐竜、あの、ドラえもんもさ、新しいの。恐竜、いや、来てんな。恐竜の時代だ。今日もう楽しいでワクワクするわ。今日、あ、待って待って、切れてなかった。これ、切れてなかった。切れてると思ったら、アルパティン。切れてると思ったら、切れてないパティンがアルパティン。これでティラノ1パティンでしょ。ティラノ1、ティラノ1、チラリ、やべ。やべ、色、え、待って、ティラノ2、待って、ティラノ2とかこれで出たら3体目だぞ。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。あ、でも。ちょっと、いないよな。いないよな。いないよね。いないよな。いないよな。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれって。え、待って待って、なんだこいつ。しかも。絶対2じゃない。似てるけど2じゃない。一瞬2だと思ったんだけど。1じゃね？だって T だよ。T。ティラノ1だ。絶対ティラノ1だこれ。ティラノ1、ティ、ティティティルティトツカディティル。ティラノ1来た。
待って、今日やべえ、神回だった。神回中の神回中の神回になってしまった。ティラノ1、ティラノ2、ティラノ、まさかのティラノサウルス、1、2、3揃ってしまった。ちょっと待って、プレッシャーサウルスだって、ちょっと待って、どこで変わったんでしょ、どこ行った、あ、これ、これ、これ、マジで、もう、決めるところがやる。ティラノサウルス1でしょ、ティラノサウルス2でしょ、ティラノサウルス3、ティラノ1、2、3。やっえ、待って、4ないよね。待って、これで4あったらどうしよう。いや、似てんだもん。これと、最初俺2だと思って、うわ、終わった感じすんなと思ったらさ、よく見たら全然違くて、ほら、色にパッと見似てるけどね。覗いた感じちょっと似てて、いや、終わったと思ったんだけどさ、全然違う。ティラノ2じゃない、ティラノ1だ。うわ、これがティラノ1か。いや、でもやっぱね、俺3が一番好きかも。え、ちょ、組み立ててみ、あ、待って、3と色違いかな。3となんか色違い臭がしない？色違い臭が。あー、でも違うわ。これ、前足のさ、ね、感じ違うもんね。色、うわー、すげえ、色違うだけでこんな違うんだな。俺、3が一番好みかも、色的に。まあ、造形ちょっと組み立ててみないとわかんないけど、ポーズとかさ、まあ、すべて総合点でどれぐらいいくかって、かっこいいねー。やっぱティラノサウルス。でか、え、待って、でかくに、え、待って、足の筋肉が団地なんだけど、ね、この足の筋肉、でけえ、投げ。うわでけえ投げ。え、めっちゃクソでけえ。これワンにふさわしいわ。これこそワンだ。これこそっていう、でけえな。確かにちょっと重さはあったんだよな。重さは。から振った時に重さはあったから、なんか、重いのって今までさ、トゲトゲ連中だったから、あ、パティンかなちょっと思ってたの。でも開けてみないとわかんねえかなと思って開けたらさ、ティラノ1っていう奇跡ミラコ、レベルマックス、めっちゃでけえ。え、でかくね？でかくね？何この最強感、ターミネーター感。ターミネーター感、え、すげえでけえ。めっちゃでけえ。うおー、でけえ。恐竜のキングじゃねえか。恐竜の王者。めちゃくちゃでけえぞ、こいつ。え、こんなでかいの？1って。2一番迫力ねえな。俺2一番最初に出したんだ。この迫力ねえやつ。で、ちょっと期待、ちょっと期待薄かったんだけど、やっぱり色違いじゃねえかっつって、疑惑が俺立ってて自分の中で疑惑出てて、どうせ色違いだろうみたいな、全然色違いどころかスーパーかっけえぞ、おい。でけえぞ、こいつら。うわぁ。めちゃくちゃでけえ。でも、色はね、これすごく斬新。なんか今までにない感じのティラノの色ですごく好き。パーポーティラノすごくいいんだけどさ。うわ、ガメ！いや、これぞジュラシックパークのティラノだわ。これぞジュラシックパークのティラノ。これなんか違うバージョンのティラノなんかな？顔の、なんか顔つきも違うよね、全然ね。すげえ、いろんなティラノ楽しめるこの最強のシリーズ。恐竜パートルすげえわ。12種少ないんだけどさ、今までやってた恐竜パズルよか、かなりメンツ少なかったんだけど、濃いね。めっちゃ濃いな。メンツがすげえ濃いわ。まさかティラノ1、2、3、いや、もしかしたら4とかあるかもしれないけど、今日で、あと2種類だよね。そうだよ、あと2種類とかまで来た。ついにコンペ。あと2種類だよね。絶対そうだよね。ドゥドゥルドゥルドゥドゥルドゥドゥドゥルドゥ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 ルドゥドゥルドゥ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 ルドゥドゥルドゥドゥドゥルドゥドゥルドゥルドゥ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 ルドゥドゥルドゥドゥルドゥドゥル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 ドゥうわ、俺プレッシャーを超えるのねえと思ってたけどさ、もうプレッシャー。だってティラの色違いだと思ってたんだもん。超えた！プレッシャーを超えた！一日で超えられる。プレッシャーサルスとシーラカスティング。すまね。すごい迫力だぜ、ティラの1、2、3。ティラの1、2、3。やった、来た。でもさ、残りあと2種だからさ、これうまい具合に4、5あるんじゃないか。ティラの4、5。だってなんか3、あ、でも3か、1、2、3、3切りがいいか。いや、でもなんか5の方が、5あってほしいという気持ちが強いせいか、なんか5の方が切りがいい感じがする。でも多分ね、3だと思う。おそらくね、3。あと2種何かわかんない。あ、スピノか。やっぱスピノいないってことはないと思うから、スピノとあと1種なんだろうなというところ、パーティーンですよね。いや、謎のパーティーン入ってるのはすげえかけ、この足が超かっこよかった、ティラノ1の足。もう迫力ダンチのすげえでけえ。迫力が違いすぎるもん、これ。めっちゃかっけえ。ティラノさん。やっぱ獣脚類ってこういうさ、迫力が欲しいよね。あんま迫力なかったんだよね、この子ね。あんまり。かわいい。この子は萌え担当かわいい。しかし、これぞ獣脚類だと。俺の足はでけえと。すげえかっけえ。この前足のちっちゃい具合もね、この前足って立つ時に必要だったんだって。
ていうのも、まあ、つい最近テレビで見に行ったんだけどさ、立つ時にね、こう反動をつけるのに使ってたらしいよ、このちっこい前足。めっちゃ可愛いこの前足も迫力、このちっこい前足でさ迫力器あるからね。すげえ、全然ちげえ、大人と子供じゃねえか、ガブリンチョいかれるもんな。やべえ、これマジ泣きそう、ほんとこれやべえ、ほんと涙出そう。つらかった、辛い戦いだった。ついにティラノ1,2,3が4,5、これあるな、きっと。俺予感する、これ。4,5ありそうな感じがする、ここまで来たら。っていうかさ、ティラノ1のさ、かっこよさ異常じゃねえ、これこれよ、これ。俺が求めてたの、ティラノサウルスに。ティラノサウルスの迫力器、俺これを求めてたのよ。この子ちょっとね、頼りない感じが、もう俺でも勝てそうな感じする、ワンパンで勝てそうな感じする。これ勝てんもん、これ。これ勝てんぞ、こんなもん。これむさぼり食われて終わるわ。すげえ、獣脚類、これすごいな。この足の筋肉感、筋肉質な足、でけえ足、素晴らしく。しかも3がね、サプライズで出てきたからめっちゃ焦ったわ、3。お前いたんかいって。こう色はねすごく気に入った、この3のティラノと1のティラ、すごくね、この迫力。口よ、口。もうこれ完璧ゴジラじゃん、こいつ。ゴジラすげえ迫力系。ベロもね、このベロがうなってる感じいいよね。もう波打ってる感じ超かっけえわ。食われるこの感じ、これが食われる側の気持ちか。すげえ怖い、マジ怖い。これ見て、模型でこんだけ怖いってことはさ、フィギュアでさ、こんだけのさ、なんだろう身の毛がよだつような怖さを感じるということは、本物出たらほんと凍るんだろうね。ほんとに凍りつくんだろうな、こんなん見たら。もう筋肉がどうこうレベルじゃないからね、こいつのデカさで言う。12m、3m級だからさ、もうなんだろう、勝てる勝てないの問題じゃなくなるんだよね。食われるか食われないかの問題になってくるから、俺らからすると。あ、でもこいつ勝てるわ、こいつワンパン、こいつワンパンだろ、違いなく。間違いなくここまで来たら、うわ、マジ震えが止まらん。いけるぞ、うわ、わなわなする、すげえ。胸の中がわなわなしてくる。うわ、もうワクワクドキドキが止まらんね、これね。ティラノ1とティラノ3が入って、プレッシーも入ったでしょ。そしてあと、11と12、11、12の連中を集めれば、全種類コンプリーティングという奇跡ミラクルレベルマックス。ぷーこの迫力。いや、つうかもうここで完成形だよね、もうね。ティラノがこんだけいるってことも、いや、ティラノ1ほんとすげえな。迫力団地だぜ。他のやつだと団地すぎて怖い。いや、ほんとに怖い、こいつの顔面。でかさ、尻尾の長さ。腹の先から、この尻尾の先までの長さ。この、ストリーム恐竜の背中ストリーム、すごすぎでしょ、これ。ほんとに、いや、惚れるわ。かっこよかったな。名前つけたいな。名前つけたいわ。これ、アルフレドって名前つけた、アルフレド。こいつ、アルフレドって名前しよう。めちゃめちゃかっこよかったわ。アルフレドは来てくれてありがとうな。すごいわ。で、あっちがロミオにしよう。